皆さん、適応障害を乗り越えた未来はどのようになっていると思いますか？僕は自分が思いもしなかったような未来に進んでいます。あなたは適応障害を乗り越えた後どのようになりたいですか？実はこの向かいたい未来がわからないからこそ、僕たちは長い間悩んでしまうんです。ですので、この動画では適応障害を克服するとはどういうことなのか、その本質について理解して、あなたの本当に向かいたい未来に向かっていきましょう。こんにちは、タケです。今回は適応障害と未来というテーマでお話ししていきます。タイトルを見て動画の内容がイメージできないなって思った方も多いと思います。突然ですが、皆さんは適応障害を治療したい、克服したいって子供の頃に夢を抱いたことはありますか？絶対にないですよね。でも野球選手になりたい、お金持ちになりたい、幸せになりたい、このように夢を持っていた方は多いんじゃないでしょうか。じゃあこれらの目標は適応障害を克服することで叶えることができると言われたらどう思いますか？今の悩みに真剣に向き合おうと思いますよね。そう、つまり適応障害や自分の悩みに向き合う姿勢が変わってきますよね。そうなんです。人はなぜこの物事に取り組むのか、自分にとってどんな意味があるのか、これを理解しておかないとなかなか真剣に向き合えないんです。適応障害の症状や治療方法や体験談をお話ししている人はたくさんいらっしゃいますよね。でもなぜ適応障害を乗り越えることが大切なのか、本当の意味で解説できる人はいないんですよ。その理由は未来を伝えることができないからです。だからこそ私が来ました。適応障害を克服することが自分にとって何の意味があるか分からずに、大切な対処ができないことが一番の問題なんです。だから自分の根本の悩みに対処できなくて長期間悩んでしまうということが起こり得るんです。でも気持ちはめちゃくちゃわかるんですよ。僕も適応障害で悩んでいた頃、服薬やカウンセリングを勧められました。もちろん大切な治療であることは理解しています。でも本当の自分の問題はそこじゃないんじゃないかって思う部分もありました。だから安心してください。この悩みの解決策はシンプルです。それはやりたいこと、なりたい自分を明確化すること、そしてその目標に向かう行動ができる自分になることです。もし皆さんがやりたいことがわからない、やりたいことがわかっているけど行動ができない、このような悩みを解決して毎日やりがいを感じる自分になることができたら素敵だと思いませんか？それを叶えましょう。今日は僕たちが適応障害を乗り越えるという経験を通して得られるもの、どんな未来に向かえるのかということをお話ししていきたいと思います。今日の内容を理解しておくと、悩みを解決するという経験を一つするだけでどんな困難も自分次第で乗り越えることができると思う自分になれる、自分が苦しい経験をしたからこそ今苦しんでいる人を助けるサポートができる自分になれる、たとえ困難の中でも自分自身の目標に進んでいる充実感を感じる自分になれる、今あなたがどのような状況にいたとしてもこのような未来を実現できると思います。適応障害や心の悩みを本質的に乗り越えてなりたい自分を実現していきたいという方はこの動画を必ず最後までご覧ください。それではスタートしていきます。ということで本題に入っていきます。冒頭でもお話しした通り、適応障害と言われて長い間自分の悩みが解決している実感が持てなかったり、このままでいいのかなと漠然と不安を抱えてしまう一つの原因は、適応障害を克服することが自分にとって何の意味があるかわからなくてうまく向き合えないから。そしてなぜうまく向き合えないのかというと、適応障害を乗り越えることで向かうことのできる未来をイメージできないからとお話ししました。だから悩みを解決したいと思う一方で、大切な対処ができないということが一番の問題でしたね。勘違いしないでほしいのは、これはあなたが悪いというわけではありません。もちろん適応障害や自分の悩みに対して正しい治療対処を行うことが大切ということは、病院の先生もカウンセラーの先生も僕たちも理解できていますよね。皆さん真剣に現状に向き合われていると思います。でも人はそんなに強い生き物ではありません。子供の頃に勉強しなさい、将来困るよって言われて、誰もが勉強が大事ということは分かっていてもなかなか取り組めないのと同じです。人は理解ができたとしても真剣に向き合えるのか、取り組めるのかというと、それはまた別の話ですよね。適応障害を本質的に克服する、乗り越えるということに関しても同じことが言えると思います。じゃあどうして適応障害や自分の悩みにうまく向き合えないのかということについては理解できましたね。でもなぜ適応障害を乗り越えた未来を知っておくことが、僕たちが現状に向き合うことに
つながるんだと思いますか？これなかなか言葉にすること難しいですよね。結論から言います。それは適応障害を乗り越えることは結果的に仕事、人間関係、新しい挑戦といった全てに役立つ土台を作ることができるからです。全てに役立つ土台と聞いてなかなかイメージが湧かない方も多いと思います。ここ僕たちの今後の生き方を変えるすごく重要なことなので、ここからぜひ集中してよく聞いてほしいです。皆さんは心の土台と聞いて何を思い浮かべますか？勉強熱心な皆さんはストレスを受けてもすぐ立ち直れるレジリエンスを鍛えるってこと、うまくストレスに対処できる自分になるってこと、こんな風に思うかもしれません。もちろん間違いではありませんが、今回はもう少し簡単にかつ実践的に考えていきましょう。今回僕が心の土台を作るという風に言っているのは、自分の中にある目標ややりたいことに向かった行動ができる力を身につけることという意味で使っています。これなかなかイメージ湧かないと思うので、動画の後半で詳しく解説していきます。冒頭でもお伝えしましたが、僕たちは適応障害を克服するためにしっかり休養する、ストレスへの対処法を学ぶ、自分に向き合うといったことが大切なのは全員理解できていると思います。だから理解できているのに、なぜ自分は長い間メンタルのことで悩んでしまうのか、自分が変わっている感覚が持てないのか、このような理由を理解する方がはるかに重要だと思いませんか？そうですよね。だってもう情報は溢れています。自分を変える方法、成功者の考え方、適応障害を克服するための治療方法や体験談、多種多様な働き方、就労支援や転職エージェント、スマホを開けば一瞬で全ての情報やサービスにアクセスすることができますよね。でもたとえ自分の尊敬する人が、信頼できる記事が、信頼できる動画が、自分を変えるには行動するだけ、能力なんて関係ない、大切なのは精神力、やらない後悔よりもやる後悔、仕事なんて変えて全然大丈夫、こんな風に言われたとしてもなかなか行動ができなかったりしませんか？つまりやり方は分かっている、解決策は分かっている、でも行動ができない、そしてできない自分にいつも自己嫌悪に陥ってしまう、こんな経験ありませんか？僕はね、何度もこのような経験をしてきています。だからめちゃくちゃ気持ちは分かります。ではこのように何度も繰り返す悩みについて、適応障害で悩んでいる自分に向き合うことで解決できるとしたら、このように実生活レベルで考えると、行動できないという悩みへの対処法、ストレスへの対処法、心の知識や技術について学んでみようかな、真剣に向き合ってみようかなって思える気がしてきませんか？そう、ここまで長くお話ししましたが、僕が何を伝えたいかというと、適応障害を繰り返してしまう方や長い間心のことで悩んでしまうという方は、別にあなたが悪い、弱いというわけではないんです。ただあなたの行っている方法には改善点があるかもしれないというだけなんです。適応障害について正しく治療することや対処をすることはもちろん大切です。でもそれは目的ではありません。今の悩みを解決することを目的としてしまうと、どうしても一時的な体験なのかなと思ってしまって、真剣に向き合っているように思えても、心ではない別のスキルを学ぼうと思ったり、本当の意味でしっかり休養を取れなかったりしませんか？だからこそまずは心の土台を作ること、つまり自分の中にある目標ややりたいことに向かった行動をできる力を身につけるということが重要なんです。適応障害を本質的に乗り越えることこそが今後の人生を変えることができると知ったあなたは、自分にはできないと思っていたことに挑戦することができます。この挑戦というのは、あなたがやりたいと思えることなら何でもいいと思います。会いたかった人に会いに行ってみる、仕事を変えてみる、自分の発信活動をしてみる、できないという思考に対処でき、新しい一歩を踏み出すことができます。自分のやりたいことに集中できたり、自分次第でどこまでも変われると自信を持つこともできます。ここまで真剣に行動してきた、そして今現在も真剣に自分に向き合っている僕たちだからこそ、実は人生で二度ない自分を変えるチャンスに巡り合えているという考えもぜひ知っておいてほしいなって思います。はい、ではここまで聞いた観音院皆さんは、適応障害や心の悩みを抱えることは苦しい側面もありますが、人生で二度ない自分を変えるチャンスであることや、どんなスキルよりも今後に役立つ心の土台を作ることができると理解できたと思います。でもこんな疑問はありませんか？じゃあ
その心の土台ってどうやって作ればいいの？というか、そもそも心の土台ってやっぱりイメージできない。こんな風に思いましたよね。この心の土台を作ることで、できないと思っていた本当はやりたいことに踏み出すことであったり、自分の本当に伝えたい思いを表現するだったり、あなたの理想の未来を必ず実現することができます。なので、ここから先はどうやって心の土台を作っていくのか、これについて世界一わかりやすく解説していきます。仕事やコミュニケーション、パソコン、副業などどんなスキルよりも大切なスキルなので、ぜひここから集中してよく聞いてくださいね。心の土台をどうやって身につけるのか、結論から言います。それはあなた自身が心の専門家になることを楽しむことです。何その方法。というか、心の専門家って何？そんな方法誰にも聞いたことないよ。もしかしたらこんな風に思ったかもしれません。でも安心してください。詳しくお伝えしていきます。まずあなた自身が心の専門家になるということは、僕の YouTube では何度もお伝えしているのですが、どういう意味かというと、適応障害やネガティブに苛まれる、行動ができない、挑戦ができない、このような心の悩みに対処して、取りたい行動を取る力を自分自身で身につけるという意味で使っています。つまり適応障害を克服するという経験が、あなたが新しいスキルを身につけることにつながるということです。その時に身につけたスキルは一生涯役立つ力になるということです。今回は心の専門家になる重要な力について、皆さんも普段から実践できるレベルでお話ししていきたいと思います。その実践できる力というのは、思考にとらわれない力です。これどういう力かイメージつかないですよね。僕たちは今まで生きてきて、きっと何百何千と思考にとらわれる経験があります。でも大丈夫です。ぜひここで理解していきましょう。まず思考にとらわれないというのは、例えば自分にはできないと思うけど、やりたいと思うことをやってみる、不安、心配、恐怖、このような感情があるけど、その感情に従った行動を取る必要はないっていう風に、思考と行動を変えることができる状態のことです。もっと具体的にイメージできるように、この思考にとらわれない状態がどういうことかわかるワークを一つ行ってみましょう。それではいきますよ。では今は YouTube の動画を見ていると思うので、私は自分の悩みを解決して前に進むために、 YouTube の動画を見て学ぶこともできないダメなやつという思考を真剣に思い浮かべてみてください。はい、よろしいでしょうか。では今あなたは何をしていますか？ YouTube で僕の動画を見て学んでいますよね。そう、つまり思考にとらわれないというのは、動画が見れない、自分にはできない、自分には能力がない、もう自分を変えることはできない、このような思考がありながらも、行動としては動画で学ぶ、やりたいと思う行動をやってみる、自分を変えるための行動をしてみるといった行動を変えられる状態のことです。逆に言うと、自分は動画で学ぶこともできないダメなやつだと思って、本当に動画が見れなくなったり、自分にはできないと思って行動ができなくなる状態が、思考にとらわれているという状態です。いやいや、そんな動画を見るくらいだったら簡単でしょ、こんなの何の意味があるのって思うかもしれませんが、これは言葉通り人生を変える力になると思います。なぜかというと、思考は自分は動画を見ることすらできないダメなやつ、行動は実際に動画を見て学ぶことができる。今回は分かりやすいように動画を見るという例でお話ししましたが、皆さんの生活にぜひ当てはめて考えてみてください。話しかけたら迷惑かなって思うけど、人に話しかけてみる、うまくいくか心配だけど新しいことをやってみる、自分に自信がないけど行動は明るく笑顔で振る舞ってみる、この思考にとらわれないという知識を知っておくだけで、実は特に今の僕たちの考え方や性格を変えることなく、理想の自分を今この瞬間から実現することができるんです。これはまさに適応障害で悩んでいた当時の僕も今の僕も、思考にとらわれない力を知ったからこそ、今あなたの画面の中で話せているんです。僕は当時、人前に出ることも自分の考えを人に伝えることもずっと怖くてできなかったんです。でね、それは今も変わらず怖いんです。でもできるようになったんです。なぜだと思いますか？それは人前に出ることが怖い、自分の考えを人に伝えることが怖い、このような思考に行動まで左右されることはないと理解しているからです。今だって実は僕もこうやって YouTube の中で一生懸命お話しすることは、皆さんの役に立てているのか、独りよがりの発信になっていないか、やっぱり不安や恐怖があります。でもね、その思考にとらわれる必要はないんです。行動は今すぐに変えられるんです。これはスキルなんです。
このことを知っておくだけで僕たちはもっと行動を変えることができます。この過程はとても楽しく感じると思います。だから行動できない、自分を変えられないと悩んだ時の解決策を知ったこの動画を見ている皆さんは絶対に大丈夫です。皆さん一人一人が心の専門家になることで僕たちの思う目標ややりたいことに向かう行動ができる自分になることができます。なのでこの未来を実現するために皆さんが今からできることをお伝えします。その前に一つ重要なお知らせをさせてください。こちらの公式 LINE では3年以上行動することができずメンタルの悩みを抱え適応障害になった僕がどのように本当の心の問題を克服してきたのか、どうすれば本当の問題を解決して自分を変えることができるのか、僕の全てを詰め込んだ LINE 限定特別講座を期間限定でお渡ししています。さらに電子書籍と打っていただくと今回お話ししたようなスキルをさらに具体的に身につける手順や内容を執筆した電子書籍も無料で受け取ることができます。心が弱い、行動できない、継続できないという悩みを解決してなりたい自分を実現したいと思われる方はぜひこの動画の下の概要欄から僕の公式 LINE の友達追加をして豪華無料特典を受け取ってください。それでは今この瞬間からでも皆さんにできることを最後にお伝えします。それはあなたの本当にやりたいことを言葉にして残しておくことです。あなた自身が心の専門家になることで目標に進むための行動ができるあなたになることができます。でも今のあなたの悩みを解決した後行動ができるあなたになってもどんな行動や目標に進みたいのかということがわからなければ肝心のどんな行動をすればいいのかということがわからないですよね。じゃあ例えばあなたが副業を始めるために YouTube などの SNS で情報発信をしたいと思っていたとします。今から副業を始めるにあたって人それぞれ価値観はあると思いますが副業を始めるという面では SNS で何か情報発信をすることはプラスに働くことはあってもマイナスに働くことはないと思います。でもうまくいくかわからない、初めてだから不安、思考にとられない力を身につけるとこのような思考にうまく対処して実際に動画投稿を続けられるあなたになることができますよね。でもなぜ副業を始めたいと思ったのか、情報発信を続ける意味は何なのか、このような何がやりたいのかということが分からなければどこかでまた迷う瞬間が必ず訪れます。だからこそあなたのやりたいことを言葉にしておくということを今から取り組んでみてくださいね。そうすることであなたは進みたい目標、そしてその進みたい目標に実際に進んでいくあなたに必ずなることができます。変化は一瞬で起きます。もしあなたの中で自信がない、自分に価値がない、こんな風に思っていたとしても周りからの反応が間違いなく変わります。断言しますが〇〇さんって変わったね、素敵だねって言ってもらえるようになります。そうすると少しずつあなたの感情や考え方にも変化が出ると思います。適応障害は一般的には苦しいであったりあまりいい出来事と印象を持っている人は少ないと思います。でも僕は苦しい経験と理解した上で皆さんは人生を変えるチャンスに出会えているということも伝えたいです。これは病院の先生もカウンセラーの先生も僕たちに伝えることは難しいと思います。なぜかというと現代では正常な精神的苦痛を病気とみなすこともあるからです。でもね、困難と幸せは表裏一体です。苦しみがなければ僕たちは成長することもできなければ幸せを感じることもできません。だからあなたはそれだけ頑張ることができる人、少しだけ新しい土台のスキルを知っていくだけで自分と同じように悩んでいる人を助けることができる自分次第でどこまでも自分や人生を変えることができるということもぜひ覚えておいてほしいです。ということで最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画が少しでもためになったよという方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。僕はどうやったら皆さんの役に立てるのかずっと考え続けています。もし僕に作ってほしい動画のテーマや今回の動画の感想がありましたらぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。僕は1年2年とかではなくこの動画を見てくださってる皆さんお一人お一人と長期的な信頼関係を築くことができるかけがえのない仲間になりたいと思っています。これからもあなたの力になれる活動をしていきますのでぜひよろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。